あらら、スバルさんじゃありませんか。弥生先生、大変なんです、練習場で。先生、練習場に変な魔法使いが来て。よっと。だから大変なんですってば。話を聞いてください。わかってます、ヘイゼルさんが暴れたんですよね。ここの卒業生のヘイゼルさんが練習場に乱入したんですよね。どうして知って…あ、もしかしてこれって秋の悪習ですか？スバルさんは理解が早いですね。嬉しいです。なんだ、そうだったんだ。嬉しいですよ。何がですか？悪習だって答えは先生のことを信じてないと出ません。教師冥利につきます。でもですね、理解は早くても答えは間違ってます。できるだけ控えるように言ったんですけど、ヘイゼルさんどこまでやるつもりなのかな。もしかしたら今頃何人か死んでるかもしれませんね。
ホール。気づくのがあまりにも遅いですよ。ね。まあ、職員室なんて本来安全な場所ですから、油断するのもわかりますけどね。これって…イエイ。まあこんな感じで、先生って明るくて人好きのする性格じゃないですか。こう見えて職員室のアイドルみたいなとこあるんです。みんな先生のことを信用してくれてます。会議の時とか積極的にお茶を入れたりするんですよね。弥生先生の入れるお茶はなぜか美味しいとか言われたり照れちゃいますね。で、私を信用した結果がこれですよ。お茶に毒を入れたってことですか？そうですね。でもせっかく入れてあげたのになかなか飲まない人がいるじゃないですか。そういう人はこうです。職員会議中に用事があるふりをして何気なく後ろに立って首の側面を叩いて気絶させました。あ、これって結構難しいんですよ。コツがいります。はあ。斜め上から振り下ろし、当たった瞬間に上げるのがコツです。肉を斜め上に向かってえぐり取るイメージでやりましょう。当たった瞬間にクイッと跳ね上げるんです。
これで頸動脈の流れが止まりますし、迷走神経が暴走します。それで意識を失ってしまうんです。覚えておいてくださいね。はい。気絶させるだけなら、顎を横から叩いて跳ね上げるのが確実です。でも後ろからは難しいですからね。スバルさん、呆然としちゃってどうしたんですか？これも授業の一環です。ちゃんと聞いておいた方が絶対にいいですよ。は、はい。後ろから首をトンとして気絶させてから、どうしたんですかと慌てふためいて言うんですよ。そしたら、どうしました？どうしました？とみんな集まってきますよね。そこで輪を抜けて、お茶を飲んでなかった人をトンです。これを繰り返します。視線は倒れた人に集中するので、意外と気づかれません。気づかれた時には、お茶に入ってた毒でバタバタと倒れ出してパニック状態のまま全滅です。全滅ですか？職員室には私より魔力のある先生が3人いたのに、私を止めることができなかったのはなぜか分かります？あれれ、どうしました？スバルさん、そんなに難しい問題ではありませんよね。他の先生にはやる気がなかったのに、先生だけはやる気だったからです。大正解です。こういう場合、魔力とか攻撃力とか防御力とか俊敏さとか無意味です。やるという気持ちがある人が絶対に勝ちます。魔女や殺人鬼が大勢の人を殺せるのも同じですね。やる気がある人に、やる気のない人は抵抗できません。でもここの先生たちはやる気を出せるんじゃありません。だから毒を使ったり、パニックを起こしたりして奇襲しました。現状の把握ができないと、何に対してやる気を出したらいいのか分かりませんから。だから魔女や殺人鬼って強くある必要はないんです。殺すという意志を持っていれば工夫できますからね。工夫さえすればどんな人だって殺せます。弥生先生は誰
園なんですか。え、弥生先生はみんなの弥生先生ですよ。そうだったかもしれませんけど、今は違いますよね。悲しいことを言わないでください。立場が変わったとしても、月日が経とうとも、先生はいつだってスバルさんの先生です。考えてますね、スバルさん。いいですよ、考えるのは大事です。先生はヘーセルとかいう魔法使いの仲間なんですか。そうですよ。ヘイセルと弥生先生の目的は何ですか。先生としては皆さんに視野を広げてほしいと思いまして。広げるですか。立派な魔法使いを育成するのが学園の目標ですよね。でも教えていることって、魔法を使わずに済む方法と仲間を殺す方法ばかりじゃないですか。仲間を殺す方法って何のことですか。閣議は狂ってしまった仲間を殺す練習ですよね。必要だというのはわかるんですけどね。そういうの後ろ向きで好きじゃないんです。殺すって言葉はきつすぎると思います。制圧とかそういうのに言い換えることできませんか。スバルさんは変なところを気にするんですね。スバルさんに質問があります。は
初めて魔法を使った時、気持ちよかったんじゃありません？相手の手首をへし折ったんでしたっけ？それとも握りつぶしたんでしたっけ？先生、うっかり忘れてしまいました。手首を折ったんです。曲がらない方向にクイッと押し込んでみました。そうでしたか。いい音しました？ポコンって外れる音はしたような気がしますけど、でも音だったかな。外れる感触がポコンだったから、そういう音がした気がするだけかも。その時、嬉しくありませんでした？必死でしたから、わかりません。でも、嬉しかったかもしれないですね。私に暴力を振るおうとした人に反撃できたんですから。その時の、嬉しいって気持ちをなくしてしまうのが、学園での授業ですよ。その時の気持ちをもっと積極的に生かすべきだと思いませんか？弥生先生の言っていること、少しだけかもしれないけど、わかる気がします。あの時、嬉しいって気持ちがあったのかもしれません。先生が何をするつもりなのか、詳しく聞かせてください。興味があります。覚悟を決めたようですね。はい、覚悟を決めて聞きます。先生としては付き合ってあげてもいいんですけど、さすがにスバルさんレベルの小娘さんに手玉に取られたりはしませんね。
先生、スバルさんのこと割と好きですから、優しくしたい気持ちが出ちゃって良くないかもですね。好意を持ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。できるだけ足止めしようと考えてますよね。私が練習場に行ってヘイゼルさんの手助けをしたら面倒なことになりますもんね。そんなこと考えてません。先生が何をしようとしているのか知りたいだけです。スバルさんのそういうとこ好きですよ。先生、ついついいろいろと教えたくなってしまいます。ありがとうございます。さてと、どうしましょう。どうしたいです？ですから先生のお話を聞きたいです。先生はスバルさんの作戦にはまってますね。スバルさんとしては少しでも時間稼ぎをしたいわけですもんね。ということは先生から現状を打開しないと。作戦とかないですよ。私は弥生先生とお話ししたいだけです。いいですよ、スバルさん。先生、その繰り返しにイラッとしました。イラッとさせるというのは動揺させたということですからね。イライラさせてしまったのなら謝りますけど、でも私は先生のお話を聞きたいんです。